宮台ニュースです。平成27年10月2日、池ノ上強新学長の就任記者会見が行われ、世界を視野に地域から始めようのスローガンのもと、宮崎大学らしさを打ち出していきたいと抱負を述べました。池ノ上学長は鹿児島大学医学部卒業後、平成3年宮崎医科大学の教授に就任、宮崎大学附属病院長などを歴任し、この度新学長に就任しました。学内ラウンドを始めたいなというふうに思っております。自分の足で、学内のいろいろなところを歩いて回りながらですね、少しでもその現場で、研究教育に携わっている方々と話を直接したり。池ノ上学長は大学の中の研究成果をより一層日本、そして世界に発信していきたいと語りました。会見中、記者から趣味についての質問が出ると、ジョギングをしたり写真を撮ったり、地元のソフトボールチームに入っていることなど人柄がうかがえる一幕もありました。以上、宮崎大学マルチメディアスタジオより宮台ニュースをお伝えしました。